本日は初めてのお客様でございます。梶原一騎さん専門チャンネルといいますかね、たまに生配信、梶原さんの番組を扱った時にたまに生配信も来てくださっていたあのボンさん、ボンチャンネルさんの方に初めてお越しいただきまして、コラボ動画ということでございます。本日はうちのチャンネルでね、こんだけ本格的なコラボ動画というのは初めてになるかと思うんですけれども、ですから多分あのこの後ね、ボンさんの方のチャンネルでも2人で撮ってる動画が出ると思うのでね、よろしくお願いいたします。概要欄の方に貼っておきます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでですね、はい、まあ、せっかくの梶原さん専門チャンネル、はい、しかも私も梶原さん相当大好きなので、あ、はい、嬉しいです。まあ、いろいろ聞きたいこととかあるんですけど、はいはい、まあ、月並みなようですけど、はい、そのまず梶原さんの作品との一番最初の出会いを聞きたいですかね。最初の出会いですね、はい、最初の出会いだと、巨人の星のアニメの再放送ですよね。再放送、それは昭和何年頃？76年とか5年ですかね。あ、昭和50年、51年頃です。だから今の動画の長島巨人の例の再会だったり V1 だったりという、はいはい、ああいう盛り上がりの中で多分日本テレビがやったんじゃないかなと。そうでしょうね、うん、それの第1回から見たか。いや、1回からじゃないですね。多分こうクラスの友達が話題にしてて、あ、何それって言って自分も見てみてっていうぐらいだと思いますね。あ、もう巨人に入って、いわゆる大リーグボールとか、ああいうので盛り上がってる時ぐらいからじゃないかなと記憶してますね。あ、そうなんですか。はい、で、まあ、それは大体何歳ぐらいだったんですか。だから小学校5年生、あ、一応高学年ぐらいなんですね。それを見た感想ってのはどう思いますか。なんて言ったらいいんだろうな。でもやっぱりすぐ引き込まれましたよね。あ、でもう初めて見た時から、見た時だから、まあ、もちろん子供ですからストーリーがとか、はい、そういうスポコンのいわゆるこのカジュアル駅だどのものっていうのもまずやっぱり食らいついたのが魔球ですね。ああ、大リーグボールの、そうです、そうです、魔球必殺技というものに食いつきました、ね、2号でした。1号ですかね。あれでこんなのがあるんだって感じ。そこもそうです、野球漫画の魔球というそのまあ描写ですよね。まあ、最初にアニメから見たんで。野球自体はやってたんですか。はい、あの放課後はご多分にも、まあ、昭和の子供ですから。あの当時はね、はい、男の子大体やりますよね。まあ、その分とはちょっと直結したところもありますよね。で、結構好きなことあるんですか、野球。別に普通ですかね。プロ野球を見るのはどうですか。あ、プロ野球は父が巨人ファンで、やっぱりあの7時台とか放送時間は一緒に見てた感じですね。なるほどですね。で、まあ、それが一発目で、でもその頃は、うん、まあ、そんなに深くは好きではないですよね。普通の漫画と同じ。あ、そうそう、他の漫画と同様に、スポーツ漫画っていうか、まあ、そういう、まあ、だんだんあの特撮ヒーローを卒業してて、まあ、リアルというか、もうちょっとそういうテレビ漫画ももうちょっとこう大人っぽいっていうのかな、あのいわゆる変身して悪を倒す怪獣怪人じゃなくって、はいはい、まあ、人間の主人公が、まあ、その当時ね、そういうのいっぱいありましたから。はい、その切磋琢磨してとか、魔球を投げてとか、必殺技で相手を倒してみたいな、そっちの方にだんだん気持ちがいってるっていうところで、多分漫画アニメを見たその先のストーリーを早く知りたい。毎週再放送でもやっぱり待てないです展開が来るんですから。これでも再放送毎日やるんじゃないですか。毎日、そう、まあ、月下水木ですけど、もうとにかく早くその今この先ヒューマーはどうなるのかとか、特にあの巨人の星のテレビって一試合一試合とか一球一球のまま長いから、うん、そう、引きがまたあれですからもう気になるんで、それでまあ漫画を買うわけですね。今の DVD だけ繰り返し味わいたいし、先も知りたいんで漫画を揃える。で、まあ、さっき言った必殺技に都合見ましたね。まあ、その当時はそんなそのスポーツ漫画をこうガン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 古本屋で見つけてはちびちび買って楽しむということですよね。そうすると本格的梶原さんにのめり込んだってのはいつで。あ、そうなるとピョンと飛んで91、2年もう社会人になってから、なってからですね。あ、なってからです。なるほど。その直接のきっかけっていうのは、直接は斎藤隆夫さんが出されたですね、夕焼けを見ていた男で、氷電、ちょうどあの頃氷電と、もう一つ
牛田剛さんとかが水星社から出した漫画地獄編という、いわゆる、まあ、表と裏じゃないですけど、梶原一騎再評価のちょっと波があったんですね。でそのハードカバーの夕焼けを見ていた男を読んで、まあ、自分の持ってる本の大半が、まあ、梶原ものだったりとか知らないものもあったりとか、まあ、その精子があって、で、吉田さんたちが語る漫画地獄編のちょっと裏側の、あの梶原さんのこの暴れん坊な部分を描写したあのサブカルの本を両方読んで、じゃあ、 あの梶原さんの銀座 の、 あの事件とかは知らなかったんですか。そうですね、当時はそんなに知らなかったですね。なんか、まあ、高校生ぐらいだから、まあ、20歳自体のワイドショーを見れませんし、まあ、新聞とかもまあ読んでなかったから、まあ、なんかうっすら分かるけど、でもそれと結びつかなかったんですよ ね、 そうなんですね。後から知る感じでした。残念ですけどね。そうすると、まあ後でその評伝とかを読んで、これも好きだった、はい、あれも好きだったってことですか。そうです、そうです。例えばそれはどういう作品。あ、だから自分も言ってみれば、あ、そうだな、まあ、だって巨人の下スタンド上が同じ原作者というびっくりですよね。あ、そこにまずびっくりだったんですね。そういうことですね。だから絵が違うわけだから、漫画家で認識するから、川崎の送る千葉家ちゃんの漫画、なるほど、だから絵柄が全然違うのにそこに共通する人間がいるという、まあ、原作者の意識がやっぱり漫画読むにしても、まあ、絵で読んでるんで、そういう話のに意識がいかなかったですよね。そっかそっか。だからそういう評伝とかで出てきて、しかも明日の字は高森浅尾名義ですしね、そう、ね、だから自分のそのツートップ大好き漫画の両方に同じ、実は同じっていう、この衝撃でも完全に使われました。巨人の星と明日の字がツートップなんですか。まあその当時のというとこですよね。まあ、それはこうつけがたい、つけがたい で、ね、でも、ま、なんて言うんだろう、いろいろ違いますよね。やっぱりジョーの方は、まあ、孤高のヒーローっていうか、まあ、ヒューマンもそういうことあるけど、はい、彼の場合はなんかでもやっぱちょっと違いますよね。やっぱ格闘技と球技だから、うん、はい、人物像が微妙に違いますよね、はい、まあまあ、同じ梶原さんが書いてるから芯は同じなのかもしれないけど、うん、でもその巨人の星と明日のジョーと惹かれた部分っていうのは共通するものはあったんですか。まあ、まあそれは子供の頃からそれは当時買った本をそのまま売らないでずっと本棚にやっぱりいつも好きでその手前がいつでも読めるようにしていた2作ですね。それやっぱり主人公に感情移入した感じですか。主人公のかっこよさですよね。まあ先ほど言った魔球必殺技の面白さもそうですけど、やっぱり男の、まあ、あの今のツートップって後に変わる、研究してから変わるんですが、そうなんですか。そうです、今でもツートップという子じゃなくて、その梶原あの90年 の、 その再評価で読んだ、その驚きの頃っていうことですね。ちなみに今のツートップというの、今のツートップ、まあ、1番は愛と誠、これは確実なんですけど、2番目は結構変わるけど、そうだな、男の星座とかですかね。なるほどね、はい。